じゃあ、続けていきたいと思います。で次のセッションは、私のセッションで、パターンで分かるドットネットコアの非同期処理ということで始めたいと思います。なおこのスライド120枚あってとても詳細に説明できないので適当に端折りながら行くので、なんか10分ごとに誰かカウントしてくれると嬉しいですお願いします。改めまして飛ばしますで今日は、ドテトコア3と C シャープ0.0で完成した非同期処理の話をします。でまず、今までの非同期処理のおさらい、それから現実と設計で、まあ、問題点とどうこう回避していくかみたいな話と、最後に 3.0 と C シャープ0.0で追加された非同期処理の要素について解説します。はい、まあ、こんな感じですね。で、まあ、一応ちょっとオーバービューみたいな感じで 軽く説明しておくと、まあ、私的に私の意見ではですが、ドットネットコア3と 8.0 で C シャープの 8.0 で、まあ、ドットネット非同期処理としては、まあ、完成を見たかなと思っています。今までの流れとしては、ネットフレームワーク 4.0 でタスクが導入され、ネット 4.5 で Async Await できるようになった。でドットネットスタンダード 1.0 でバリュータスクが導入されて、今回のですねドットネットコア3、それから、まあ、ドットネットスタンダードでいうとバージョン 2.1 なんですけど、バージョン合わせりゃいいのにと思うんだけど2.1 なんですけど、これで iAsyncEnumerable というインターフェースが追加されています。そして、C シャープの 8.0 で Awaitable for Each に対応して、まあ、一応完成したかなというふうに思っています。はい、これドットネットコア3の範囲ですね。で非同期処理を記述するのって、昔、ドットネット 4.0 以前はすごい大変だったんですけど、4.5 になった時に C シャープが Async Await をサポートすることによってかなり楽に書けるようになりました。そして今回 C シャープ 8.0 が、非同期処理の、イテレーターというものをサポートすることによってさらに簡単に書けるようになったというのが第二の壁かなというふうに思っています。で、おさらいなんですけど、まあ、非同期処理って多分あまりまだ皆さんそんなに書いてないと思うんで、難しいとか思ってるかもしれないですけど、ポイントを押さえれば全然難しくないです。なんですけど、まあ、なんかツイッターとか観測してると、あ、やめてくれとかいうようなコード書いてる人はポチポチ見受けられるので、そのたびにブログに書いたりしてるんですけど、なかなか浸透しないということで、今回かなり頑張ってまとめましたので、参考にしてもらえるといいかなと思います。ちなみにこのスライドは後で公開するので、結構後で読み直しても分かるように書いたつもりなので、まあ今説明は端折っていきますけど、後で見直してもらえるといいかなと。はい、まず最初、基本的な操作の方法ですけど、ファイルアクセスを例に、取ります。これは普通に、じゃあ普通じゃない、これは基本的なそのファイルのアクセスを、非同期で書いたものですね。で、任意のデータをファイルに出力するようになってます。真ん中で4でぐるぐる回しながら、まあ、出力してるみたいな感じですね。ポイントはこの辺ですね、この赤枠で囲ったあたり。で、まずですね、まずその自分たちが書くコードを非同期処理対応にするためには、非同期処理対応の API、まあ、メソッドですねを呼び出す必要があります。この例で言うと、ストリームライターにライトラインエイシンクというメソッドがあるので、普段非同期処理じゃないやつはライトラインを呼び出すと思うんですけど、ライトラインエイシンクという非同期処理対応のメソッドを呼びます。その時に、await と先頭につけて呼び出すわけですね。で、この async って書いてある最後末尾 async って書いてあるやつはタスクを返すことが多い、まあ、今はほとんどタスクを返しますので、まあ、それを基準に見てもらうといいと思います。同様にこの場合だとフラッシュ async も、タスクを返す、そしてそれには、await をつけることができるというふうに覚えてください。で、await を書いた場合は、メソッドの先頭に、async とまず書く必要、マークをつける必要があります。そして、このメソッド自身も、タスクを返す必要があります。何も返さない場合でもタスクを返す必要があります。まあ、この辺の話は後でまたします。
で、C シャープの 7.1 からはメインメソッドがタスクをそのまま返せるようになったので、このサンプルコードそのままあの、先ほどあのドットエンドコアのデモで見せましたけども、あのプログラム CS のメインのところにごそっと差し替えてもらえればこのままで動くはずです。あの前のあごめんなさい、前のバージョンは、タスク返せなかったですね。 C シャープ 7.1 以前、 7.1 含みますけどはタスクを返せなかったので、まあ、今はあの返せるようになってます。であとですね、まあ、これはあんまり知らない人多いんですけど、ファイルストリームクラスはあのすごい長い引数を指定するオーバーロードがあって、でこれの一番後ろにですね、あの isAsync とかいうあのフラグが指定できるので、これを true にしないと実は内部的にはシミュレーション、あのエミュレートによってあの非同期処理を実現するようになっているので、まああまり美味しくないので、まあ必ず true というのをつけてくださいということですね。でそれあの対比するものがこれです。あのファイルクラスのクリエイトとかオープンとか使われた方を使われている方多いと思うんですけれども、あのこれを使うとさっき言ったシミュレートモードになってしまうので、まあ、ちょっと長いんですけど仕方ないので、ファイルストリームを直接使ってこういうふうに記述する必要があります。ちなみにシミュレートというのはどういうことになるかというとこういうことですね。従来のライトラインとかフラッシュとか、要するに非同期対応じゃなくて同期メソッド、今までの普通のメソッドですね、これをタスクランで囲って呼び出しているのとほぼ一緒の状態になって、これは非常に嬉しくないので、まあ、こういうふうにならないように気をつけましょう。で、さっきちらっと言ったメインがあの非同期処理が対応になってタスクを返せるようになってんですけど、まだどうしても都合上 C シャープ 7.1 のコンパイラー以前のものを使わなきゃいけないっていう場合はこういうふうに書けば、ほぼ同じことが実現できます。はい、次いきます。独立した非同期処理、まあ独立したって要するに自分でライブラリとかあのクラスライブラリとか作る場合ですね、まあ、そういう場合にどうすればいいかみたいな話です。例えば、これはですね、指定された URL から JSON 形式のデータをダウンロードしてパスするライブラリみたいなものを書いてみましたと。ちょうどね、そういえばおとついか昨日かなんか HTTP クライアントでバズってましたけどこれあの毎回ニューしてるんであんまりあの良くないかもしれないですね。あの注意してください。ありがとうございます。で、これを注目すべきポイントはやはりここですね。まず、このメソッドから別のメソッドを呼び出すときに非同期処理対応のメソッドがある場合、それの、見分けるポイントは後ろに async とついてるやつは多分それだろうみたいな感じで、当てをつけてもらうといいと思うんですけど、それを当てつけてそちらにを使うようにしてアウェイトと書きます。ちなみに HTTP クライアントはね、あの非同期メソッドしかないです。あの外部リソースにアクセスするときは必ず非同期処理をしなければならないということになっているので、ゲットストリームは実はありませんので、まあ、その辺は間違えることはないかなと思います。そして、アウェイトを使う場合は、先頭に async をつけてタスクを返すようにするというふうにします。ちなみにこの場合戻り値あの J トークンというあの結果を返したいので、まあ、その場合はタスク そのジェネリック引数を取るバージョンで、まあ、こんな感じにあの定義すれば OK です。これですね、はい。でメソッド内部で、非同期処理を、して、戻り値にその値を返す場合は、まあ、今ちょっともう説明しちゃいましたけどリターンで普通に中は返せばいいんですけど、その方はタスクの T 型の引数に指定してください。で、これは必須ではないんですが、自分が作ったそういうメソッドとかが非同期処理対応のものである場合は、メソッド名の末尾に async とつけるのが慣例になっていますので、 async とつけることを推奨します。私も推奨します、強く推奨します。で、これ勘違いしてる人がいて async とマークした場合じゃないですよ。あの非同期処理をしてる場合なんですね。ちょっと微妙にニュアンスが違うんですけど、それはですね、これはあのストリーム
クラスを、まあ、ちょっと潰れちゃって見えないですけど、ストリームクラスをあの IL スパイの中で見たんですけど、あのストリームクラスのメンバーですね、赤で囲ってるのが非同期処理対応なんですけど、こうやって見るとあのなんちゃら Async って書いてあるやつはみんなそれだって一目瞭然なんですね。まあ、もちろんあのタスクを返すっていう基準で見てもらってももちろん その通りなんですけど、でも思い出してください、アウェイトを使う場合にだけ Async とつけるですよ。それはあの C シャープのコンパイラーがそういう制約を持ってるんですね、これですね、アウェイトを使った場合に Async とつける。でこれの、この条件に合致しないパターンが一つだけあります。それは Async Void の場合ですね。これ外から見てるとわからないみたいな話で、例えばこの iService というインターフェースは非同期処理と全く関係ないように見えますね。あの Void の、Execute というメソッドなんですけど、 Void を返す、まあ、要するに値を返さないんですけど、なので、なんだ非同期処理かどうかわからないですね。で例えばこれを実装したログのクラス、ロギングサービスというクラスを作ったとします。エグゼキュートを呼び出すと単純に内部でトレースのライトラインを呼び出すという、これも非同期と全然関係ないです。で、さらにですね、そのログの出力って同期的にやってると、まあ、ログ出力って大量に呼ばれると負荷が重くなったりするみたいな話で、例えばスレッド、ワーカースレッドに逃がしたりとかいうようなことを多分やると思うんですけど、まあ、これ擬似的にスレッドプールで簡単にまあそれと同じ状況をあの再現したわけです。でもこれって使う側から見るとあくまでもインターフェース i サービスのエグゼキュートを呼び出しているだけなので、使う側から見ると中の実装が同期的に行われているか非同期的に行われているかって関係ない、わからない、観測不能なんですね。ということを前提に置いて、でさらに違うあの実装、ログとは関係のないでも i サービスを実装しているクラスを考えてみます。このクラスは内部で HTTP クライアントを使って非同期であのどこかへアクセスしてなんかお金をチャリンチャリンするみたいな、 なんかコードなんですけど、これも i サービスのエグゼキュートというメソッドを外から見た場合って、中でそれが非同期的に行われているか同期的に行われているかって関係ないというか分かんないで、呼び出し側にとってみれば分からないですよね。分からないのにこれをこのコードを書くためには内部でアウェイトを使ってるから Async と書かなきゃいけないわけです。でこのルールに基づいて Async というマークをつけたから Execute を Execute Async にしようと思ってもできないですよね。 i サービスが Execute という名前で制約されているので勝手に名前を変えることはできない。だからこれは間違ったプラクティスなんですよ。なので、考え方としてはその非同期処理をしている、まあ、もうちょっと、まあ、機械的に言うならタスクとかタスク T とか、まあ、そういうのを返している場合にあのエグゼキュート Async とか、まあ、そういうあのマークをつけてやればいいと、あのそういう命名にしてやればいいということになります。ここに、まあ、あのそれをあの端的に表したものがあるんですけど、このメソッドは同期的に値を返さないですと、エグゼキュート値を返さないです、ボイドだからね。内部の処理は同期的に行われているかもしれないし非同期的に行われているかもしれない、分かんないですよね、このインターフェースだけ見て。非同期的に行われているのであればその結果を知ることはできないです。これがこのインターフェースの真の意味になります。これあの後でももう一回出てきます。じゃあ次いきます。GUI 内で操作した場合どうなるか、 WPF とか WinForm で、非同期処理を行った場合どうなるかの説明ですね。さっきとほとんど変わんない、やってることは変わんない、あのファイルに出力してるだけなんですけど、まあ、WPF のアプリケーションだと思ってください。そして、ボタンが1個だけ配置された、ウィンドウが出て、そのボタンクリックするとこのボタンクリックというメソッドが呼ばれるみたいなシチュエーションです。で、例によって内部の処理は await を使っているので、メソッド先頭に async とつけます。で問題はここですね。これあのボタンクリックってあの WPF の Windows フォームでも一緒ですけどイベントハンドラーなのでこのシグネチャって変えられないです。戻り値はボイドで、であの引数はこのオブジェクトセン、まあ、センダーはどうでもいいけどオブジェクトとルーテッドイベントアーグズの引数を取るというところは変えることができない。変えることできないので Async とつけたからといってここにタスクを返すように自分で変えたりとかいうことはできないわけですよね。
で、まあ、ちょっとそれをもうちょっと掘り下げてみてみると、まあ、多分イベントハンドラーをフックしているコードがあるか、まあ、あるいは XAML で書いちゃってそれは見えないかもしれないですけども、まあ、そうした場合に、そのイベントハンドラーというのはルーテッドイベントハンドラーというデリゲートの型で定義されるんですけど、それがボイドと書いてあるので、これを無理やりタスクとかに変えることはできないですね。なのでできないですね。でここでさっき の, そのインターフェースの話と全く同じことが言えます。このメソッドは同期的に値を返さないですね。内部の処理は同期的に行われているかもしれないし、非同期的に行われているかもしれない、わからない。つまりボタンを押してそのイベントハンドラーに遷移した場合、そのイベントハンドラーの中で何が行われているのかはこのデリゲートだけ見ててもわからないですね。でなんだけどボイドだから、まあ、それまあ伺い知ることできない。で非同期的に行われているのであればその結果を知ることもできないということですね。だからこれデリゲートとそのインターフェースの型の制約っていうのは全く同じことを言ってるわけです。もうボイドと言われてるんだからもうそれ以上どうしようもないよねということですね。はい、それらまとめたのがこの表です。まあ今ダーってはしょって言ってるので後でまあ見てもらえば分かると思うんですけど、モドリッチの型で4種類ちょっとここに分けて書いておきました。タスクで T 型を返す場合、タスクを返す場合、T 型がそのまま返す場合、ボイドの場合みたいな感じで、こういうふうにまあ大きく4つのパターンに分かれるかなというふうに思っています。はい、でじゃあ次は現実と設計という話をします。で実際問題、そのプログラム書いてるとその競合条件とかあるんですよね。スレッドの競合とかですね、まあ、要するに同時に実行されてはまずいようなシチュエーションとか、まあ、そういうものがあります。ここでですね、この、サンプルのコードは、ファイルから、テキストファイルからなんか数字を読み取って、でその数字に1足して、でもう一回そのファイルに書き戻すみたいなことをするサンプルコードがこれです。でこれを、下にちょっと、1行ワンラインで書いてるんですけど、100個同時に並列に動かします。これは品質パターンに相当するんですけど、タスクウェンオールというのを使ってイナミラブルレンジで、まあ、これリンクなんですけど0から100までの数値を生成して、それに合わせて、その引数の分だけこの上のメソッドをダーッと多重で呼び出して一挙に全部終わるのを確認するみたいなコードを、まあ、ワンラインで書けるんです。で、まあ、こんな感じにすると100回数値がインクリメントされるはずだから、だから結果は100になるんじゃないのみたいな話なんですけど、実際なんか結果見てみるとこういうふうになんか100にならずになんか58みたいな、なんかえらく中途半端な数字になってますと。これは並列実行してるんですね。そのファイルから値を読んで1足して、でファイルに書き出すっていうのが同時並行されで動いているので、あるシチュエーションで数値を読み取って1足してる間に別のやつがなんか別の数字を読んで書いたりとかいうようなことが起きちゃってるので、なのでちゃんと100にならない。でまあ、いろいろ回避方法はあると思います。今回はその非同期処理の話をしたかったのでファイルで無理やりやったんですけど、まあ、普通ファイル経由でこんなことやらないんですけど、まあ、でしかもちょっと競合の回避としてはモニターロックを普通使わんだろうってファイルの配達処理とかするんじゃないのみたいなのがちょっとツッコミあるかもしれないですけど、まあ、ちょっとその辺置いといてもらって、モニターロック使って、競合回避するのが、まあ、一番今までのそのドットネットのプログラムでは、まあ、よくある定石かなと思ってます。ロックステートメントは使ったことある人、大体 OK ですね。はい、ロックモニターロッカー、モニターロッカーってどっかで宣言してるんですけど、まあ、それを使ってロックしている。こういうコードを書いてモニターロックが単一のインスタンスであれば配達処理されるはずですよね。でところがですね、これみたいに内部で非同期処理をして、アウェイトしているとですね、これ通らないですよ。 C シャープのコンパイラーが、cannot await in the body of a lock statement っていうエラーを出してダメです。コンパイルできないです。で、ロックステートメントは実は行為等分で、遠い構文で、何かに展開できるというのを知っている人、はい、どういうことかというとこう書けばいいですね。モニタークラスというのがあります。
で、ロックステートメントっていうのを書くと裏ではこういうふうに解釈されます。なのでこうやって書いても一緒です。でモニターエンターでそのモニターロッカーを呼び出して、で抜けるとき、普通に抜ける場合でも例外で抜ける場合でもファイナリーで捕まえなきゃいけないのでイグジットしなきゃいけないのでファイナリーでイグジットを呼び出してやると。でこれだと C シャープ起こらないですね。 C シャープのコンパイラー、ロックステートメントだけ見てるので、まあこれは一応合法ってことで通ります。でアウェイとありますね。クスクスって笑ってもらったのはありがたいんですけどこれやると何が起きるかというと、あるタイミングで、それは分かんないです、結構ランダムです。こういう感じで、モニターイグジットのところでなんか例外が発生します。シンクロナイゼーションロックエクセプションっていうのが出てて、で出てる例外のメッセージを見ても意味分かんないんですけど、これはモニターロックが異なるスレッドで解除されてようとしているということなんですね。これは何が起こってるのか分かんない人から見るともう意味分かんねえみたいな感じになるんですけど、今ここで説明します。はい、これはGUI プログラムではなくてコンソールアプリケーションの話だと思ってください。でコンソールアプリケーションの場合、非同期処理の継続処理と呼ばれているもの、つまりアウェイトの次に来るあれですね、コードですね、は、次々とワーカースレッドから、スレッドを割り当てて、ちょっとずつちょっとずつ実行していくんですね。この図で言うと、ワーカースレッドに1234という4つのスレッドがまあ仮に待機しているとします。で最初の、最初のアウェイトまでの、コードをスレッド1が実行します。そこでアウェイトが発生し、アウェイトはリードなので、リードの IO が終わった時点でスレッド2がその継続処理をします。つまり2番目の矢印が書いてあるところの、分は、スレッド2が実行します。同様に次のアウェイトの続きの処理というのはスレッド3が、そのアウェイトの最後のフラッシュエーシングの次はスレッド4が実行するというふうにバラバラに実行されます。そんなバカなみたいに思うかもしれないですけど、実は Async Await を書いて C シャープのコンパイラーでコンパイルすると出てくるコードっていうのは全く違うものになって、こういうことができるようなコードが生成されます。でですね、これよく見ると最初にモニターエンターって手動で書いたとするとですね、スレッド1の処理がモニターロックを取得してるんですね。でところがこの図の通りに、もし仮にですけど、この図の通りに動いた場合って、この最後のフラッシュエーシンク抜けた後ってスレッド4が実行してるんですね。でそのスレッド4が、ファイナリーに行って、でモニターイグジットを呼び出すので、なんかロックしたやつと解放しようとしたやつが違うスレッドだから、だからあの例外が発生するんです。普通に、非同期処理をしない場合ですね、しない場合はロックしたスレッドはそのスレッドが内部を全て実行してそのままファイナリーに抜けてくるので同じスレッドのはずじゃないですか。なのでこれおかしいということで、ドットネットが親切にスレッド違うぞいということを言ってるわけです。でなので、よしよし、なんかロックがダメなら手動で書けばいいじゃないかとか思っても、この方法は根本的にダメですと非同期処理においてはダメですという話です。でじゃあまあどうするかなんですけど、私のおすすめは、これを真面目に解決するのは非常に難しいです。コード本当にマジで高度な内容なので、そんなことをやろうと思わない方がよくて、ヌゲットのパッケージにですね、ステファン・クリアリーっていう人がいるんですけど、その人がナイトアシンク EX っていうパッケージを作ってます。これすごいよくできていて、あなたたちが思っているモニターロックとかミューテックスとかセマホとかあれにそっくりの、でも非同期処理対応のクラスがこのパッケージの中に収められています。これで例えばここに示したようにAsyncロックというクラスを使ってユージングでここですね、Async ロッカーのロック Async って呼び出すと非同期的に配達処理を待機できるようになるので安全に配達処理が実現できるようになります。これ裏で行われていることは多分皆さん想像しているものとは全く違うことが起こっているので、もし気合のある方はソースコードを見てもらうと多分驚愕すると思います。全く想像だにしない実装になっているはずです。はい、なので、このパッケージを使うことをお勧めします。
対応としてはこんな感じですね。他にもいろいろあるんですけれども、まあ、モニターロックとかは Async ロック、Async モニターというクラスがあります。 Mutex は Async ロックで代用できます。セマフォは Async セマフォ、マニュアルリセット、オートリセットイベントは Async マニュアルリセット、Async オートリセットイベント、それからリーダーライターロックは、Async リーダーライターロックというふうに対応付けがあるので、あるし、もっと便利なクラスもいろいろあります。ただまあちょっとドキュメントがねあまり整備されていないので、ちょっとまあなんかインテリセンスに任せて見ていけばすぐ分かるとは思うんですけれども、まあちょっと見てもらうといいかなと思います。で、ドットネット標準にはね、残念ながらなんか現状であんまりないんですね。その非同期処理に完全に対応した競合回避のためのなんかこういうロックプリミティブみたいなものはあんまりないので、まあ、これを使うことをお勧めしますが、なんですけど、配達処理ってまあ、最近ミニコアとか言いますけど、あまりこう並列処理させたときに今みたいに結局配達するので、こう並列度を上げられないんですね。なので計算量を上げることができないので、まあしょうがないときに使うっていうのはありだと思うんですけど、基本的には設計の方針を変えてどれだけ並列実行できるかみたいな感じで根本的になんか考え直した方が幸せになれるかなというふうに思います。はい。で、次にですね、 GUI とスレッド、まあ、さっき GUI の話はコンソールの話にしましたけど、 GUI でこれやったらどうなのみたいな話です。さっきの話の延長上でボタンをクリックされたらこの処理が走ります。ファイルから数値を読んできてインクリメントしてファイルに書き出すみたいな感じのやつをやり、で、最後にですね、テキストボックスが置いてあるので、そいつにアペンドテキストでなんかその値、インクリメントした値を出力するみたいな、こういうコードですね。で、まあ、GUI アプリケーションでも当然 Async Await 普通に使えます。で、その時に起こることがを想像してみたのがこれですね。で、 GUI アプリケーションって皆さん、まあ、大体分かってるかもしれないですけども、基本的にはメインスレッドだけで動きますね。で、それを表したものが丸1の青い丸はメインスレッドだと思ってください。で、メインスレッドでずっちゃちゃっと来ます。で、アウェイトがあるので一旦そこで停止します。さっきの話でいくと、アウェイトで停止すると別のスレッドに処理が移るという話をしました。なので、IO が終わって継続処理は、2番目のワーカースレッドがその続きを実行し、さらに続きは3が実行し、そして4が実行するみたいにもしなったとするとですね、最後のアペンドテキストを呼び出すのはワーカースレッドってことになるのかみたいな話ですよね。で、これは違反行為で、WinForms とか WPF の場合、その UI の要素、テキストボックスとかに、メインスレッドじゃないスレッドからアクセスすると、まあ、例外が発生したりしますね。実際はなんか最近のバージョンでは裏でこっそりうまくやってくれるようなんですが、まあ、それはそれでまた別の問題があるので、まあ、基本的にはやらない方がよくて、まあ、これは良くないバトパターンですね。で、その、回避してる方法、回避するにはどうしたらいいかっていうと、じゃあもしワーカースレッド上で実行されるんだったら、このディスパッチャーというのを使ってディスパッチャーインボークでメインスレッド内で実行するように書かなきゃいけないのみたいな話がある。これはまあ割と WPF とか書いてる人はよく遭遇すると思うんですけども、でもですよ、でも Async Await を使って普通にコードを書いてる限り別にこんな書き方をしなくてもこの通り書けばいいです。それは一体どうなってんのと実際にはメインスレッドしか使わないからですね。で、ワーカースレッドどこ行ったのみたいな話はあるんですが、まあ、ちゃんと一応ちょっと再確認しておくと、1のスレッド、メインスレッドがアウェイトして、でアウェイト終わったらまたメインスレッドが実行している。次のアウェイトで待機した後、その次の処理もまたメインスレッド、メインスレッド。だから結局テキストボックスの処理に到達した時もメインスレッドが使われるわけです。まあ、全然問題ないし、これってなんか普通に同期コードを書いたのとほぼイメージ的には変わらないですね。アウェイトしずにライトラインとかフラッシュとか呼び出したのと、まあ全然変わらないコードなので、非常にプログラム書いてても見通しがいい、分かりやすいコードになります。
じゃあなんでメインスレッドしか使われないのかみたいな話をちょっとするんですけど、まあ、その前にですね、非同期処理で書いた方がいいっていう、こうなんというか要求の一つに、非同期処理で書けばGUI が固まらないみたいな話は割とポツポツあったと思うんですけども、例えばボタンをクリックしたらファイルに延々となんか大量のデータを出力するみたいなことをやらせると、そうするとボタンを押したらウィンドウも固まって、なんか Windows 10だとなんか半分、ま、なんか白くなったようなウィンドウになって固まって動かないみたいな、なんだこのクソコードみたいななんかなるんですけど、そうならないようにするために非同期処理にせよってよく言うんですけど、それなんでなのかということなんですけど、それはこういうことですね。メインスレッドが実行してきて、でアウェイトでメインスレッドが一旦停止すると言ったんですけど、停止してる本当の意味で停止してるわけじゃない。停止したら、その場で UI は固まってしまいます。でも実際にはですね、アプリケーションクラスってあると思うんですけど、あれの LAN というのの中で、処理が全ての処理が回されているというか、数珠つなぎになって回されているんですけど、そこに戻っていくんですね。図にあるように、ここですね、一旦その LAN の中に戻ります。その LAN の中で処理している間にもしボタンがクリックされると、そのイベントというのはこの LAN の中からさらに発生したこの別の処理のハンドラが呼び出されたりして滞りなく動く。だから、固まったりしないわけですね。でそうこうしているうちにこの IO 処理が終わって読み取りが完了すると、この LAN から戻ってきて、このアウェイトの続きの処理をメインスレッドが実行する。そしてまた、アウェイトが発生するとこの LAN の中の処理をする、で戻るみたいなことを、このアウェイトのたびにこのアプリケーション LAN に戻ったり行ったり来てしたりしてるってことです。なので固まらないっていうことですね。これがポイントです。でコンソールアプリとどう違うかなんですけど、コンソールアプリの場合は最初に説明した通りワーカースレッドが待機していてそれを実行します。各アウェイトの次の処理というのを、まあ、仮にですけど継続処理という名前をつけたとすると、まあ、この部分が継続処理1,2,3みたいな感じで存在するんですよね。でこのワーカースレッドというのはその継続処理を実行するために次々に割り当てられて使われていくというような流れになります。でなんですけど WPF とか Windows フォームはシンクロナイゼーションコンテキストというクラスがあって、まあ、こいつがそのどのスレッドに割り当てるかみたいなことをコントロールしてるんですけど、それ専用の WPF とか WinForm 用のそのシンクロナイゼーションコンテキストのクラスがあって、そいつがメインスレッドに必ずもその処理を戻すように操作してるんです、裏で。なのでアウェイトの継続処理は必ずメインスレッドでずっと実行されていくというようなことが主に違いとしてあります。でいつもメインスレッドで実行してるとですね、そのなんかタスクランで実行してるのと変わんないんじゃないのと、要するに例えばこのこれで言うとこのリードトゥエンドという処理はこれここか、このメインスレッドはアプリケーションランで動いているけど、このリードトゥエンドの中の実装というのは別のスレッドで動かしているのとあまり違いはないんじゃないの、なんかこうする意味は本当にあるのみたいなことはよく考えていくとあるんですけど、実際問題こうやって実装するのと何が違うのみたいな話になるわけですが、これは先ほど言ったようにワーカースレッドでシミュレートしてるんですね、エミュレートしてるんです、 IO 処理を。だけどこうではなくて、ネイティブの、非同期 IO を使う場合はワーカースレッドを消費しないです。そこが大きく違います。だからパフォーマンス上の利点があるというふうに解釈してください。で、さらにですね、このアウェイトした後必ずメインスレッドに戻されるのはあんまり嬉しくない。つまり、このここの間の動きですね、ここの間の処理をメインスレッドで実行するっていうことはそれだけこう処理を分散できないんですね。マルチコアで言うなら一つのコアだけが一生懸命働いて他のコア遊んでるみたいな状況になって、それは嬉しくないっていう状況あるかもしれない。でそういう場合に、手動でここの処理は、まあ、分かっててワーカースレッドに逃がしたいっていう場合にコンフィギュアウェイトフォルス、これを見たことあるかもしれないですけども、これをつけてやります。
タスクが返ってきた直後につけてやります。そうするとこうなります。一度コンフィギュアウェイトを呼び出すと、そうするとメインスレッドに戻すという行為がなくなって、ワーカースレッドを使い始めるようになります。一度ワーカースレッドを使うとずっとワーカースレッドでアウェイト その継続処理を実行しようとします。なのでこの場合に限り、最後に UI にアクセスする場合はディスパッチャーを使ってメインスレッドに戻してやる、戻して実行する必要があるので、 こんなような線になります。これ考えなきゃいけないのは、じゃあ常にこうやって書いたらいいんじゃないのっていうと、それもまた微妙で、これ要するに複雑なんですね。メインスレッドからワーカースレッド群に移動して、またメインスレッドに戻って、ワーカースレッドに戻って行ってみたいな風に、こうスレッドの遷移を裏でやらなきゃいけないので、これはかなりのコストがあります。なのでよっぽどこの今234がやってるコード処理がすごい重い場合とかに、コンフィギュアウェイトを使うっていうような方針で考えてやるといいと思います。まあこんな感じですね。はい。であと品質パターンなんですけど、品質パターンっていうのは、まあよくあるタスクを返すようなメソッドでよくあるパターンなんですけど、これは XML を指定された URL からダウンロードするみたいな処理ですね。で、X ドキュメントにロードエーシングというメソッドがあるので、まあ、これでパースして返すみたいな感じになってます。こういうメソッドがある場合に、これ気象庁の防災情報を XML フォーマットで、受信しておくと。まあ、これはフィードなんですけど、フィードを一旦受信しておいて、そいつのフィードの中にいくつもその URL が書いてあるので、その URL 一個一個取ってきては中身をパースするみたいなコードがここで書かれています。これはまず最初にフィードを受信、全部受信して、その後そのフィードの中身のエントリーが N 個あるので、N 個をぐるぐる回しながら一個一個について非同期でまた XML をダウンロードして、でそのコメントを抽出して表示するみたいなコードですね。これはまあパッと見ると foreach の二重ループになっているということが分かります。でループ使うんだったら、まあリンクで書くっていうのはありなんじゃないのみたいな感じでリンクで書いたのがこれです。ちょっと最初はね楽勝だろうと思ったんだけど、なんかちょっと複雑なコードになっちゃったなっていうのが残念だったんですけど、まあこんな感じにリンクで書くこともできます。でリンクで書いた場合ですね、内側のループっていうのはこのセレクトに相当するんですけど、ここでラムダ式に async というキーワードをつければ、そのラムダ式全体が非同期処理に対応になります。つまり中でアウェイトできるということですね。でそれは、タスクを返すラムダ式になります。でそいつらを、まあ、リンクでガチャガチャして最後にですね、タスクフェンウォールというのを呼び出してやると、そうすると N 個のタスクをガバーッともらってきて、そいつが全部終わるまでここで非同期で待機できるようになります。なので、まあ、集合演算みたいなことをタスクに対して処理しているっていうのがこれですね。で、得られた結果ちょっと二重の配列になっちゃってますけど、全部まとめて並列実行して全部結果が得られた時点でガバッと配列で得られるみたいな処理になります。で結果を出力すると、これを図に、今の話だと分かりにくいと思うんで図に表したのがこれです。エントリーがN 個あります。その中にテキストが複数あります。それをぐるぐると二重ループで、回して、で一個一個について一つずつライトラインで出しているという。でこれ問題点はライトラインはコンソールなんでまだいいですけど、これが UI へのさっきのアペンドテキストみたいなものだったりすると、その度にまあ、仮にワーカースレッドとメインスレッドでコンフィギュアウェイトで分離したとしても、そのたびになんかメインスレッドに行ったりワーカースレッドに行ったりして全然パフォーマンスが上がらないみたいな感じになるのが問題です。これをリンクで書くとこういうふうにエントリー1個につき N 個のそのテキストみたいな感じで全部リンクで集約して、でガバッと集約してテキストの配列を作ります。でそいつを最後にタスクフェンウォールで非同期的に全部集約して、でライトラインでガバッとあとはぐるぐる回しながらこの手元にある全てのテキストを出力するみたいな感じになります。こういう感じでちょっと違うんですね。でポイントとしてはこの一個一個のリンクで抽出、あと10分
はい、ポイントとしてはこの、一個一個のリンクで抽出するテキストを N 個抽出するっていうのが実はこれモデル設計につながります。なのでこれ非常に重要なあの考え方で、ポイントはこの相互のタスクはあのじゃあタスクは相互に影響してないってことですね。例えば下のこの結果を上に持ってったりとか上の結果を下にあの反映したりとかいうのは一切なく、この図で言うなら左から右へデータをもう一方向に流していくっていうポイント、そういう処理があのポイントになります。あのこれはまあイミュータブルプログラミングというか要するになんかデータを変更するっていうことをしない、必ずもう生成して返していくっていう書き方に集中するということですね。これが非常に重要です。で、この辺本当は強く言いたいんですけどタスクウェイト、タスクリザルト今までの話に出なかったですね。なので、使わない、使えないし使う必要もないです。あの再三言ってますけど、でもねみんな思うんですよ。なんかいやでも自分今自分が遭遇している問題はこれらにはきっと当てはまらないレアケースだからってみんな思うんですよ。絶対にもう僕はねその可能性を 1% は残しておこうって思ってたけどもうねなんかもう今もう 100% そうだって言い切ってもいいかなと思ってます。はい、なのでやりたくなったら何か間違ってるのであの本当に注意してください。で、追加された非同期処理ですね、これは、タスクの他にバリュータスクというのが追加されました。まあ、さっきあの会議室君もなんか紹介してくれましたけど、バリュータスクは、まあ、タスクがクラスなんですけど、バリュータスクは構造体ですね。何がいいかっていうと、まあ、軽量である、あのスタックに割り当てれるとか、まさきの話じゃないですけど、で使い方は、ほぼ一緒です。エイシンクアウェイトは普通にあの使えます。あのバリュータスクに変えるだけのことです。で唯一今までタスクを使ってた部分、あのタスクウェンウォールとかですね、これはもうバリュータスクウェンウォールとかないですし、タスク自体が、タスクのインスタンスしか取らないので、まあ、そういうところは、タスクを扱うようにあの変えてやる必要があります。ポイントとしてはタスクのところをバリュータスクに機械的に置き換える。で、まあタスクでできることはバリュータスクでも大体できます。できない場合についてバリュータスクのアズタスクというのを呼び出せばタスクに変換できるので、まあ、そういうところだけこれで対処してやればあの移行できると思います。何が嬉しいかというと、最初から完了している処理についてはタスクの負荷がなくあのすぐに値を返せるというところが嬉しいです。で、まあ、この辺はそうです、今言った通りですね。で、あとですね、これがあの最大のポイントで時間がないんですけど、非同期イテレーターってやつですね。今までの 4each による逐次処理っていうのはメリットとしては分かりやすいですよね。あの4とか 4each ってあのこう慣れ親しんでいるのであの理解しやすい。で従来のループ手法をそのまま適用できますと。でそれにあの一個一個順番に処理していくと、もしその対象が UI に結びついているとインタラクティブとかストリーミング処理につながるので、まあ、そういう意味でもメリットがあります。デメリットは並列処理がやりにくいですね。やりにくいというかできないですよね。 4each で書かれてるものを並列処理どうするのみたいなので、まあ、基本できない。それからモデル設計として処理を分離するのが難しいです。さっきもちらっと言いましたけど、 4each で書かれているとこう、その4each のこうなんというか、アルゴリズムがこうべったりくっついちゃっていて、一部分だけをこうアルゴリズムとして抽出することができないっていうのがデメリットになります。対してタスクウェンウォールでリンクを使って処理するのは集合演算に基づいた処理なので、もし集合演算に慣れているんだったらひょっとしたらこちらの方が楽だと思う人もいるかもしれないです。で、モデル設計としてもやりやすいですね。それから並列処理にさせやすいっていうのがあります。でもまあなんかウェンウォール使ってると全てのデータが集約されてからしか結果にアクセスできない、うーんって待ってからガバンとなんかデータが得られるみたいになるので、そういうのがインタラクティブ性につながらないので問題があると思うかもしれないです。まあ、その中間が実現できるのが非同期イテレーターかなと思ってます。このタスクウェンウォールを使う場合、ここの部分がいきなりゴボンと全部得られるみたいになるので、これが嬉しくないので、なんとかしてここを得られた順に逐次処理できないかなっていうところですね。で、これが非同期イテレーターなんですけど、型を、アイエーシンクインナミラブル
という方で返します。アイナミラブルをイールドリターンとかで実装したことはある人いますか？あんまりいないですかね。はい、まあ試してみたら分かるんですけど、アイナミラブルは非同期処理で書けないですね。アイナミラブルをイールドリターンで書いた場合に、そこの中で一緒にこうアウェイトするということができなかったものが、ドットネットコア 3.0 とそれから、C シャープ 8.0 で、このように、Async アウェイトを使って iAsyncイナミラブルを使えば両方を共存できます。こうですね、イールドリターンで一個一個の要素を非同期的にかつ、イテレート可能な形で返すということが可能になります。で、これがそのメソッドシグネチャーだけ見るとシンプルになっていて、 URL を与えるだけで内部でどのようなアルゴリズムで動いているかを外に公開することなく、しかも一個一個値が得られるたびに非同期的にその要素を逐次返してくれるというのを1ラインで書いたのがこれになるので、非常に洗練されているということになります。で、非同期イテレーターをこういうふうに定義したらどうやって使うかって言ったら、これまた新しい C シャープ 8.0 の構文で await for each っていうふうに書きます。で、ここで in に相当するものは、ちょっとここ書かなかったですけど、これですね、ここの部分、fetch and enumerable async はさっき定義した iasync enumerable を返すやつになっていて、await for each を使うことによって非同期的に一個一個取り出しては結果をコンソールに出力するみたいなものをこんな風に簡単に書けるようになりました。今まではこれを書くのは死ぬほど面倒くさかったんですけど、こういう風に非常に簡単に書けるようになりました。当然出力される IL は複雑になります。で、まあいつもと同じお約束で await をつけたら async をつけるというのを忘れずに、はい。で、まあなんかさっきバリュータスクちょっと駆け足で言っちゃったんで、理由付け、これを使う理由付けみたいなものがあるんですけど、これも理由付けの一つですよね。非同期イテレーターって要するにイテレーターなので、ものすごいたくさんの結果をこう順次返す可能性があります。で、それにもしタスクを間に挟んでいるとタスクのコストがバカにならないということでですね、この Async Enumerable を実現するためにもバリュータスクが必要だったっていうことがあります。結果が非同期で待機する前にすでに結果が得られている場合、バリュータスクのコストはもう本当に最小になるので、次々と列挙している場合にはこれはコストが最小になるということですね。待機が必要な場合だけ内部的にはタスクが割り当てられて非同期待機するということで、これのためにも必要だったということになります。まとめると、最後この、右側ですね、非同期イテレーターを使う処理については従来のループ手法そのままで適用できる、まあ、await for each を使う必要はありますけど、まあ、await って書くだけだよねみたいな話です。で、出力や UI への反映が逐次実行できますね。これは for each で書いてたのと同じです。要するに値が降ってきたときにすぐに処理をする、降ってこなかったら非同期待機できるということです。で、モデル設計として独立させやすいというのもすごい大きなポイントです。で、まあ、ただですね、この方法を使ってて、まあ、やっぱり並列処理はやりにくいです。まあ、しょうがないですね。まあ、あるいはそのままではできない。なので、こう並列処理したいところと直列処理したいところを見極めて、そこの間でこう iAsyncイナミラブルでこうメソッドの分割をしてやるといいかなというふうに思います。この辺は慣れがいるんで、なんかいくつか自分で思うそのシナリオ、実際に非同期イテレーターを実装してみてですね、こうポイントをつかんでもらうといいかなと思っています。はい、ということで、今までの、コード、説明したコードめちゃめちゃ走ってますけど、プロジェクト名も並列して書いておいたので、後でスライドを確認してもらって、なおかつ、このリポジトリ見てもらえればデモコード全部この中に入っているので、自分でクローンしてみてですね、動かしてみるといいかなというふうに思います。じゃあ、時間ってどうです？おぴったり、質問はありそう？あ、じゃあ、とりあえず休憩にしますので、質問があれば私の方に聞きに来てください。ありがとうございました。